ローゼンバーグ事件ローゼンバーグ事件はドイツ出身の各科学者のクラウス・フックスがスパイ容疑で逮捕されたのが発端となって冷戦下の1950年にアメリカで発覚したソビエト連邦によるスパイ事件当時は共産主義を支持するメディアを中心に冤罪であるとしてアメリカ政府に対する批判に使われていたがベノナ文書で ローゼンバーグ夫妻が実際にスパイ活動を行っていくことが明らかになった。第二次世界大戦後の冷戦中の1950年にアメリカのユダヤ人夫妻ジュリアス・ローゼンバーグとエセル・グリーングラス・ローゼンバーグはエセルの実定で第二次世界大戦中はロスアラモスの原爆工場に勤務していたソ連のスパイから原爆製造などの機密情報を受け取り それをソ連に提供した容疑で FBI に逮捕された。逮捕当時、公式に証拠とされるものはグリーングラスの自白のみだった。ローゼンバーグ夫妻は裁判で無実を主張したが、1951年4月5日に死刑判決を受けた。アメリカ政府は、この死刑判決が重すぎるとするガーディアン紙などの世界のメディアによって厳しく、 批判された他夫妻に同情した支援者によって、西側諸国を中心に除名運動が行われた。ローゼンバーグ夫妻の冤罪を訴えた著名人には、ジャンポール・サルトル、ジャン・コクトー、アルベルト・アインシュタイン、ロバート・オッペンハイマー、ハロルド・ユーリー、ネルソン・オルグレン、ベルトルト・トブレヒト、ダシール・ハメット、フリーダ・カーロ、ディエゴ・リベラ、パブロ・ピカソ、フリッツ・ラングなどの他に、 ピウス十二世もいた。司法側からは、供述すれば、死刑にはしないとの取引誘導もあったが、ローゼンバーグ夫妻は、供述を拒否し続け、最終的に死刑が執行された。なお、司法長官室と刑務所間のホットラインが、死刑執行までつながっており、この状況が刻々と報道されて、全世界が注目し、興奮に湧いたが、 ローゼンバーグ夫妻は1953年6月19日夜ニューヨーク州新神経務所において同じ電気椅子で最初に夫ジュリアスが19時6分に次に妻エセルが19時16分にそれぞれ処刑された建国後発のスパ容疑による民間人の処刑であった冷戦が崩壊する1990年代前半まではこの事件は マッカーシズムと反ユダヤ主義を背景にしたでっち上げである冷戦下のアメリカにおける人権蹂躙の象徴としてソ連やソ連から支援を受けたり左翼思想を持っていた作家や学者などの文化人やマスコミによって批判され取り上げられてきた。しかしその一方で西側に亡命したソ連国家保安委員会 KGB のエージェントたちから 育成訓練の過程でローゼンバーグ夫妻の功績が語られていたことを証言する者も,もおり、情報組織の世界では夫妻がソ連のエージェントだったことは常識となっており、そこから来る情報から夫妻の立場は完全に潔白だとは言い難い状況となっていた。さらに東西冷戦終結とソ連崩壊後に1995年まで行われていた 旧ソ連の暗号を解読するベノナ計画に対する機密が解除されたことで、それまでのアメリカ内部のスパイと旧ソ連の村ジの内容の一部が公開され、ローゼンバーグ夫妻が実際にソ連のスパイであり、アメリカの軍事機密をソ連側に渡していたことが明らかになった。上記のように、この事件そのものがでっち上げであるとされ続けていた。しかし、 冷戦崩壊後の1995年にベノナ計画についての機密が解除されたことにより、裁判では明らかにされなかった証拠も明らかになり、夫婦ともにソ連のスパイであったことが判明している。妻エセルについては、弟夫婦をソビエトのスパイ組織に夫と共に勧誘している記述が存在するも、国家機密をソ連の工作員に手渡す行動を明確に示唆する。 記載はなく、だが、夫の行為を知っていたのは明らかである。死刑となった罪状そのものには関与していなかった。可能性も残っている。これに対して、エセルの弟のデイビッド・グリーングラスは、自分の妻をかばうために、法廷で偽証して、姉のエセルの罪を重くしたことを2001年に告白した。なお、グリーングラスを通してジュリアスがソ連に伝えた情報の質については、 より中枢に近い立場にいたフックスと比較するとかなり劣ったものであり、他にも複数いたソ連のエージェントの中では際立ったものではなかった。また、この事件の担当検事のロイコーンは、判事への法定外での働きかけを駆使し、半ば強引に夫妻の死刑判決を勝ち取ったことを後に自伝で述べている。このように、妻、エッセルの有罪判決に対する疑問点が残るほか、 裁判自体には数多くの問題や誤りもあったものの、いずれにしても裁判から四十五年以上経った後に夫婦が実際にソ連のスパイでったことが証明された。さらに、冷戦時にソ連の指導者だったニキータ・フルシチョフが失脚後に書いた回想録の中には、ヨシフ・スターリンがローゼンバーグ夫妻の名前を挙げて、情報が役に立ったと述っていたという記述がある。 改装機は息子のセルゲイ・フルシチョフによって西側に持ち出され、1971年にアメリカのタイムライフ社により出版されたが、ローゼンバーグ夫妻に言及した部分は、フルシチョフ本人の政治的配慮により改装機からは削除され、この部分が公開されたのは、冷戦終結直前の1989年になってからである。 夫妻が、獄中から幼い二人の息子たちに送った書簡は、愛は死を超えての題名で日本語訳されベストセーラーとなり、当時ソ連や、それを支援する者の,のプロパガンダとして、機能することになった。なお、擁護する、立場の氷伝にスパイであったことが確定する前に、書かれた、レオン・クルチコフスキー、エセルとジュリアス・ローゼンバーグ事件、最後の6時間。 中本信之役,役未来者、1985年、ISBN46 億2470万503、がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。